アナウェーブってどういう団体かっていうと、白いワゴン車に渦巻き型のシールを何枚も貼って集団で日本を徘徊してた団体のことなんだよ。それがパナウェーブで、その代表がチノっていう女性のおばさん。ちょうどゴールデンウィークの頃で、まあ、ワイドショーとかもなんか一斉に報道してたとかありましたね。でチノは2006年10月に亡くなったんだけど、それまでそのワゴン車にずっと暮らしてたんだよ。で共産ゲリラのスカラー波を浴びて病気になったって自分では言ってた。それを連日ワイドショーがやってたから、はい、俺は行かなきゃって思って、はい、場所は福井県の小田市町山道をずーっと行ってた。だけどある時バーッと開けて、はい、白い要塞があるんだよ。それが、はい、パナウェーブ研究所。布で建物を覆ってるんだよ。めちゃくちゃでかい一軒家。公安と地元の警察官と市役所の人間がいたんだよ。で俺を見て、あれ江頭さん何しに来てんですか、血のに会いたい、ちょっと待ってください。そしたら広報の人間が俺をパッと見て、そう握手してきて、血の代表に会いに来ました。今血の代表は病気になってるんですよ。だから会えません。だから血の代表の病気を治す踊りを作っていったんだよそのジャージ姿、それスカラー波を通す洋服なので、それはダメです、とにかく帰ってください、絶対そう言われると思ってて、同じ服を作ってたんだよ。レンタカーは白だったから、渦巻きマーク、それを100枚作ってべったんべったん、完全にパナウェーブだよ。そしたら公安と市役所の人間と地元の警察官がどうぞって通すんだよ公安を騙すってどういうことだよ俺を完全にパナウェーブの人間だと思ってるんだよでワゴン車が一台あって、これかなと思って近くに止めたんだよ。そしたら向こうの広報の人が、江頭お前何してんだって怒ってバレちゃった。そう、いや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 、さっきジャージでスカラーが通すって言ったからこの服に着替えてきたんだよ、言ったんだよ。じゃあそれダメでしょ、それ俺たちのは特別なんだよ。そりゃそうだよねだからもうそれ脱いでチノのスパッツ。そしたら向こうがもっと怒ってきて、チノは笑いとエログロが大嫌いなんだよ、とにかくもっこりが大嫌いなんだよで俺はスパッツ否定されたと初めてだったから、ブチンと切れて、ちょっと待てチノーチノーって言って、パラウェーブーとか言ってスカラーハーそれがあれですか、さっき言ってたあの病気を治す踊りってやつですか。その通りそしたらパナウェーブの中から10人ぐらい、お前何してんだって追ってきて、うわこいつらに捕まったら俺殺されるって思ってブワーって逃げようとしたら、こっちはこっちで公安が江頭って言って結局公安に抑えられて、でもね、はい、チノに俺の踊りちゃんと見せてたら、何年か寿命伸びてたと思うんだよね公安の人にこう連れてかれて、その後はなんかどうなったんですか。いや、そういうことは絶対しちゃダメっていうことをもう淡々と言われた。